皆さんこんにちは、トロフィーハンターの新龍です。今回はゲームサンドランドのプラチナ攻略を解説していきたいと思います。ゲーム自体は30時間前後でクリア可能なんですが、その後のサイドクエストやら収集品やらでだいたい20から30時間プラスかかります。ストーリー難易度はイージーで遊んで10点中3ぐらいなのですが、レースと闘技場の数少ないチャレンジが鬼門となっており、それだけで難易度が跳ね上がるので結局6か7になります。取り逃がし要素はなく、エンディング後にも自由探索が可能です。オートポップは PS4 から PS5 のみでしか行えません。ではどのように遊べばいいかと言いますと、まずメインストーリークリアを目指します。クリア後にはさらにサイドクエストが追加され、自由探索も可能となります。その後サイドクエストを全てクリアしましょう。合計78個あり、これを達成した頃にはすでにステルスアタック10回、スピノ町の施設を全て解放、芝将軍を倒し、メカの塗装を行っているでしょう。今度は賞金首をやっていきます。10人倒さないといけないのですが、どうせならギャング団のボス5人とメカ13機を所持して一石三鳥を狙います。ギャング団のボスはスペード、クラブ、ダイヤ、ハートとジョーカーがいますので、それらを倒します。で、13機のメカは賞金首の中で自分がまだ所持していないメカを持っている敵を選び倒しに行きます。報酬でその足りないメカを作るためのフレームがもらえます。今度はマップを全て解放するために24機の電波塔を探し修理します。これでマップの霧が全て晴れるので、108個のファストトラベルポイントを解放し始めます。野営地、給水ポイント、レース場、闘技場と重要な町とかですね。それと58個の落とし物もついでに探し、マップ上にいる3体の主も倒します。あとはこのゲームで最も難しいと言われている闘技場とレースが残っています。まず最初に闘技場を攻略していきましょう。ビッグマッチで39人対戦とランクマッチで52戦勝利しなければいけません。なのでこれらをクリアした時にはすでにメカを最終強化、最強クラスパーツを多く所持のトロフィーを習得しているはずです。最後にレースが残りましたが、トロフィーは10レース勝利となっていますが、他に設計図コンプを目指さないといけないので、結局全てのレースを全ての難易度でハイスコアを出さないといけなくなります。では今度は一個一個見ていきましょう。前にも言ったように、まずストーリーをクリアし、追加のサイドクエストを解放します。幸いこのゲームではマップ上でだいたい全てのものが表示されるので、大半のサイドクエストの場所がわかります。何も表示されなくなったのなら、一旦スピノ町へ戻ってみましょう。時々町の中でクエストが始まる場合もあり、それか新しく入る住人のカットシーンが流れないと始まらないケースもあります。隠しサイドクエストが3つあります。1番目はサンドランドのガレート地方のこの場所にある宝箱を開けるとクエストが開始され、最後まで進めてください。箱から離れろ。すまない君たち。はい、よし、一丁上がり。次にフォレストランドのロティ地方で盗賊に追われているおばあさんを助けて、そのままクリアするまで続けてください。おおばあさん。で最後にサンドランドのガレート地方にある王の都でアレ将軍と話し、ロゼッタ将軍との戦闘クエストを始めてください。彼女を撃破したら少し時間を置いて同じクエストをあと2回繰り返してください。ようあれ、敵将がロゼッタから芝に変わるので、彼を撃破すればトロフィーがもらえます。その声なん、まあ、ちっとは楽しかったぞ。次にボトルを10個探すクエストがあるのですが、どこにあるかまでは言ってくれなかったので、10個分の場所をお見せします。
これくらいでいいか。78個のサイドクエストをクリアした時にはスピノ施設の解放も習得しているでしょう。届いただきっとね。だと。このクエストをクリアすればメカの塗装が可能となります。ここまで行って、うっしゃ。こんな高いところで何やってんだ。魔物。早速塗装。それとこのクエストをクリアするとインテリアショップができるので家具を100個集めてください。大半は買えますので残りは遺跡とかで手に入れてください。ありがとう。ここまで来るとすでにステルスアタック10回もやっているでしょう。足りないのなら侵入クエストかどこかの基地に入り足りない分をやりましょう。今度は賞金首を狩りに行きます。10人倒すとトロフィーがもらえますが、先にトランプ柄の最初の5人を選択して倒しましょう。ハート、スペード、クラブ、ダイヤとジョーカーのことです。残りは我々が持っていないメカのフレームを持っている賞金首を倒しに行きます。こうすることでストーリーやサイドクエスト以外でもらえるメカが作れるようになり、13機すべてコンプしておきましょう。次にするべきことはマップの開放ですので、そのために24機の電波塔を探し修理しましょう。これをすることによりマップの霧が晴れ、その地域にあるものが全て表示されるようになります。素材があれば、マップが完全に開放されたので、今度は108個のファストトラベルポイントを探しに行きます。野営地、給水ポイント、レース場、闘技場などがそうです。
それと同時に58個の落とし物とマップボス撃破もやっていきましょう。お、お宝発見と思ったら、このような遺跡、何の…すべての敵と戦う必要はない。状況を見極め、時に戦闘を避けるの。ほっ。な人の持ち物だね。普通の人にはとても買えないよ。まったくじゃ、まさか隣の国まで。ここで国王軍の奴らが水を運んでくるのを見張ってたんだ。見張りはゴーストの奴に任せて、王子はゲームしていただけでしょう。なんで水がないと。
そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも。あれ？ノッカ。この手紙を。狭い足場では周りからの攻撃に気をつけろ。戦いにくいし、飛ばされて落ちたくないしな。戦うならできるだけ広い場所を選ぶことだ。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。空気中の水蒸気が少ないと太陽の熱を閉じ込めてくれないんだよね。大丈夫だって。そんなヘマするもんか。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。Thank you.
湖のそばで良さそうな村なのに、なんで廃村になってんだろう。生活の跡がわずかに残っている。ぬるま湯にどっぷりだったからな。駅で会ってくれよ。少し手強そうだな。うん、軍の練度が高く野生の生き。いや、人が生まれ育った村を簡単に捨てられるのだろうか。ないじゃん。そうか。で勝ったらな。言いましたな。行きますぞ。じゃんけんポン。イエーイ、俺の勝ち。次こそ。そんなに人間は多くなさそうじゃな。村や町を作るのに適した場所が多くはなかったのかもしれんな。その方が旅のしがいがあるからワクワクしていいじゃん。
わしてやるぜ。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもある。ぶっ壊してやるぜ。ではついにこのゲームの最難関の一つ、闘技場をクリアしに行きます。まずビッグマッチが39戦あり、13体のボスを倒していくうちにまた新たな難易度で出てくるので、各自3回倒さなくてはいけません。いらっしゃい。戦車をメインに使うと楽なので、できる限り強化しておきましょう。それとゲームの終盤では敵がエピック、レジェンド、シークレットランクの武器をドロップし始めるので、それもできるだけ集め、あとは闘技場のコイン交換所でシークレットクラスのパーツとも交換できるようになります。53個の最強クラスパーツを集めるとトロフィーがもらえるのですが、ランクマッチのため他のメカも強化しなくてはいけないので自然と習得しているでしょう。では次にランクマッチへ行きます。52戦のバトルとチャレンジを様々なメカや条件でクリアしないといけませんので、かなりの準備が必要です。例えばこのバイクのコースもバトルではないですが、時間も結構ギリギリなので、スピードとブーストを上げておくのをおすすめします。よし、一丁上がり。楽しかったぞ。こんなもんかな。
むやみにメカを強化するのではなく、絶対に必要であろう乗り物だけにしておきましょう。例えばレース用、チャレンジ用と一般用でダートバギー、バイク、バトルタンク、ホバータンク、ジャンプメカ、ライドホッパー、バトルアーマー、バトルメカ、ホバーカー、ジェットホバーあたりがいいと思います。ここまで来るとすでにベルゼの16個のスキルと仲間の28個のスキルを強化するぐらいのポイントが溜まっているはず。それと最後にもう一つの鬼門、レースが残っており、10回別々のレースに勝利するとトロフィーがもらえますが、もう一つの設計図コンプのトロフィーもレースの景品で勝ち取らなくてはいけませんので、結局全てのレースをハイスコアで勝利しないといけません。足りない設計図は旅商人から買い取りましょう。ここでは難しいと言われるジャンプレースを2種類お見せします。あとこのゲームはオートポップがあるので、初めに PS4 版のトロコンをして、その後 PS5 版でデータコンバートをメニュー画面で選択すれば、全てのトロフィーが自動で習得できています。以上です。いかがだったでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。